コールドウィンドファーム、トーメントクリークにて、プレイグでーす。はい。で、今日なんですけれども、ドラゴンの掌握を久々に持ってきました。で、発電機にドラゴン仕込んで、その横で狡猾で待ってやろうっていう構成は昔やったことあるかもしれないですけど、プレイグで、そのドラゴンを仕込んだお目当ての発電機だけ、綺麗っていうね、感じにしたいので、オブジェクトの感染時間が20秒増加するやつと30秒増加するやつを積んでますという感じですね。で、話か？もう吐いた？ペッ。いいけど、まあ、初動は普通に。発電機怪我しながら釣っていくべ。はいはい。でワンパン決めたいからさ、あの体直すのを促すためにタナトをつけてきてて、最初は堕落いるよねってことでこんな感じの構成になっております。うん、いいね。これでこの人蹴ここ蹴って仕込んで、よし。これでね、バスケスが戻ってけえへんかな。ここおったら。ちょっと猫対策しとく。来た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 。うぃーっす。早速かかってくれた。この発電機だけね、感染させなかったのよ。よし。感染させての。もうなんか来た。ちょっと服遠いな。いや、これ、この人追うわ。ここちょっと交代させたいのよ。なんで、ここを触りそうなやからは追って、ちょっと交代させます。ストレートに追いつつ。ほい。こう。いた、倒さないか。お、ちょっと膨らん、よっしゃよっしゃよっしゃ。で、ちょっと膨らんでくれたかな、今のは。それで間に合いましたね。よっしゃよっしゃ。で、この人ここ釣っての、まだバスケスが起きてない、でかい、感染。あ、いいね、いいね、いいね。これ交代したわ、結構。いい感じ。バスケス起きたばっか。あれはレオンか。まあ、いいか、レオンでも。まあ、こっち回りで。倒して。オッケーオッケー。ここはもうさっさと倒してもらうしか手がないよな。で、ブタグルの板早めに倒れたから全然いいよな。あ、牛グリやっけ、あれ。いつも間違える。上に吊るしてあの牛なんよな、あれ。オッケー。ここ板なかったね。これかけとこうか。んで、あ、その発電機もかけたらよかったな。ゲロをかけ忘れて大変申し訳ない。みんな汚されたいと思ってんのに。プリング、あれやんね、スーは、なんか結構美人っぽいからさ。うん。ちゃんみんなかけられたいと思ってるかもしれん。発電機、皆さんはね。特殊な性癖をお持ちというので。よし。じゃあ、あなたも、もう汚れてるわ。もう汚れてるので、ぶん殴りに行こう。OK、逃げるとこない。今の泉で洗うの、だいぶ前にちょっと伸びたの、大きかったかな。体直しきる前に倒せた。よし。じゃあ、バスケスも、バスケス、そうか、1回目か。はい。はいね。でやね。やってるな。これ、ちょっとドラゴン入れての、これちょっと、狡猾してみるか。この、トウモロコシを信じろ。さすがに無茶か。ここいる。さすがに無理か、プレイグ。背高いし。
この狡猾待ちはさすがに無茶やな、うん、やめときましょう。体直し始めたな、みんな。よし、いただきまーす。でーの、あー、めっちゃ体直した後に触ってない？それはありがたいぞ。ほーらー、おい、今どこやろな。もらっとこっか。よし、あかんか。奥、おしょ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 。いや、ここやれるぞ。ここ板ないんだよな。そう、この辺板あると思って行くよね。俺も結構やってまうわ。止めくりのこっち側って意外とあんまり板ないんだよな。なので、この辺でチェイスすると結構死ぬ。オッケー。よし、ただ、フックもあんまり、ないこのフック釣ろうか。でもこの辺フックマジでなくない？このフック終わってもうたらさ、なんか向こうの方で倒れられたら、するとこがほぼないような気がする。止めくりってそんな感じなんやな。怖いな。あ、まだかかった。やけどこっち発電機2台しかないから、固めるなら向こうなんよな。向こう行こっか。はいはいはい、向こう行ったの。待って、これ、どうやろう、ちょ。ドラゴン入れて、この俵の裏とかちょっと無茶かな。さすがに見えすぎか。来た。どう？どう？触る？はい。違う。あー、ちょっと待って。うまい。今の旋回。オッケー。おもろ。狡猾ドラゴン。おもろいなぁ、決まると。思ったより刺さってるぞ。よしよし、このドラゴンはでかいね。で、ここでいいか。服の位置かなぁ。どうしよう、これ。発電機ばらけたし。で、の、もう普通に狡猾キャンプするか。これで、どこがいいかな。こっちやな。ここにちょっと体埋めて、ここで狡猾。で、すくったらもう速攻、ダブルで赤ゲロ当てるというね。これでもうあの、この人が血族持ってて、向こうのに大ガン回されたら負けです。だけど、救助来てくれたら赤ゲロで一網打尽する。か、きたー。ういー。おい、終わりの向こう。はい、ああ、よし、からの、ああ、結構避けられたな、今の。よし、この人ここ釣って汚染させて、の赤ゲロ拾っといて、よっしゃ、全部使われてカーンになってないのでかいな。まだね。まあ、担いじゃおうか。DS 持ったらしゃあない。うぃ、これはもういいですね。DS なかったの大きいわ。おい。さあ、これで救助は一人来るっしょ？どうしようかな。これは普通に、赤ゲロ残ってるから、追います。あ、その引っかかり大きいね。よし。救助行く？あ、おる？ちょ、待って。マジ？あ、それやばいんちゃうか。あ、おい。いやー、それは無理だべ。ダメか。ラスト。あー、ボロタイからの、あげる終わった。よし、オッケー。やっぱでも結構こっち回ってたね。危ない危ない。
この子 DS 一応警戒して、あっちの人から釣ろうか。よし！というわけで、狡猾ドラゴン2回と、普通の狡猾赤ゲロキャンプ、一発で、なんとか勝つことができましたね。発電機、最初に、こういう中にある発電機を、ちょっと交代させられたのもでかかったかな。なんとか勝つことができました。作戦が、うまいことハマったね。もうキャンプ、結束ついててね、なんかあそこで消えたぞ。バレてたらボロ負けやったと思う。こっちがマスされて2台回して終わりやもんね。いやいや、おお、うまじゃあもう勝つご DS あったとしてももうないかな、うん、いやーよかったわ。狡猾ドラゴン決まんのめっちゃ楽しいな。ええ、というわけでね、綺麗な発電機には時計がある構成でございました。このなんかちょっときらびやかなスキンにも合ってる感じの構成やったんじゃないでしょうかね。これと別の試合でもね、ドラゴン決まったやつがあって、それね、ちょっと練習でやったやつやったんやけれども、サバイバーにもグッドパークって言われた試合もありました。結構面白い構成だと思うんでね、うまく決まらなかったらボッコボコにされますけど、ガンマスされて、決まると楽しいので、やってみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。